理論抜きの時に1冊だった3冊だってのがあったんだけど、うんうんうん、それを1日1冊終わらして3ヶ月以内に終わらしたわけ。今思えばその言い方割と合ってたと思うんだけど、はい、でその大体その分野で出る範囲の最低限の内容ってこういうことなんだなって掴んだ後に武田塾チャンネル。今週は物理の次なんでやっぱり、はい、まあおそらく需要が高いであろう、うんうんうん、科学に行きたいと思ってます。おー科学、はい、やっぱ理科って科学じゃないですか。まあやっぱ受験者多いよね、はい、まあ、暗記より理科計算よりかみたいなところあるとしても、はい、具体的にどう違うのみたいなことも結構悩むかなと思うんで、はい、まあ、そういう面を中心にね今回説明していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。なんなんですかね、あの結びつかなさっていうか本当に、うん、まあ、苦手だからかもしれないですけど、だからそれはやっぱりその全容を使うまでやってないからっていう部分が大きい、ね、なるほど、確かにそうですね、そこまで深く理解したりとかつなげようと思う、できなかったかもしれないですね。だからこれはまあ理想は理論向き勇気の全範囲がそれがちゃんとこうしっかりねいろんな結びつき方できてるってところができれば理想なんだけど、はい、まあね、最初の時点ではそこまで一気に全部はいけないから、例えば理論なら理論、まあ、理論の中でも、はい、まあ、大まかさその、うん、それこそその原子とか分子の話のところとか、はい、熱の話とかさ、うんうん、その、あの、中和とかの話みたいな形である程度の分野の偏りはあるわけです、はい、だからまずそういう分野ごとの総合的な範囲を全容を理解するみたいな形で、まずあの一個一個の、まあ、向きなら向きの範囲でもそうやって固めていってみたいなので、はい、大きな塊を作っている。要は小さな粒でいっぱいこうバーって作るんじゃなくて、ジグソーパズルの外枠固めるみたいな形で全容をつかむことをとか、なんか似通った部分の塊をまず作る形で、いかにこう一つずつ覚えていかないかみたいな、固めて覚えていくみたいな形から整理していくみたいな、うんうん、間違いないですね。そう、なんかあの掃除のコロコロみたいな感じ一個一個こうつまんでいくんじゃなくてこう、はい、ザーッとやるみたいな。なるほど、うん、ザーッとやらないとそれぐらい知識入れていかないとダメなんですよね。そう、はい、だからトータルで、うん、あの身につけるってことをやっていかないといけないっていう。なるほど。自分は理科の中では実は科学を一番やってる、実際入試に使ったのは科学が一番使ってるから、はいはい、要は学校では生物と科学やったんだけど、はい、科学の方が割と性に合ってるなっていうふうに思ったの。ほう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 。で、なんでかっていうと今言った話に実はつながってくるんだけど、はい、トータルでその学習すればいけるっていうことであれば、うんうん、短期間で一気にやれるタイプの人間っていうのは科学の全容を掴んじゃえば割と成績上がるの早いっていうのがあるよね。はい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 、確かに、うん、だから自分は科学に関しては結構薄い参考書を、うん、はい、まあ、センター向けの参考、当時やってたのがセンターだったからセンター向けの参考書がすごい薄いのがあって、はい、理論向き勇気で1冊だった3冊だったのがあったんだけど、うんうん、それを1日1冊終わらして3ヶ月以内に終わらしたわけ。おーおーおーおお。だから問題数そんな多くないから、はい、まあ、割と簡単なんで、今思えばその言い方割と合ってたと思うんだけど、はい、でその大体その分野で出る範囲の最低限の内容ってこういうことなんだなって掴んだ後に、うん、講義系の参考書とかそのより詳しく載ってるあの、うんうん、模試の過去問解説のなんかあの実践問題集とかさ、なんかあの、はい、まとめページみたいなもので、うんうん、あ、ここで出てる問題はここまで覚えときゃいいんだなみたいなのを次に掴んでいくみたいな形で全員を把握するようになっていったわけ、うん、なるほど、うん、はい、こう要は最初は問題集の問題っていう一つのカテゴリーの中でブワーって一気に覚えて、はい、それを知識とかあの似たような分野のカテゴリーを追加することで強化してって形で基礎の全容を使うみたいな、はい、これは参考書のレベル上げと同じことやっていけばどんどん積み上げていけばいけるなっていうのが分かってったって話になると思うので。なるほど、うん、いや僕科学高校生の時やった時そんな概要全然知らないですね、うん、とりあえずもう今はなんか水平リーレーやって、うん、モール計算して、うん、よく分かんないみたいな全体像つかんでなかったんですね。そう、だから分野なら分野での全体像だし、うん、科学っていう全容なら科学全部の範囲だしっていうので、はい、ある程度広いカテゴリーの中で一気に整理するっていう習慣つけていかないと成績上げるのが難しい科目だと、うん、だから知識をつけたいとか計算できるようになりたいとか実験交差できるようになりたいみたいなやり方だと割と上がりにくい、うん、いやもちろんそういう参考書もやった方がいいんだけど、はい、やりつつ、うん、そのトータルで上げていかないと、うんうん、知識やりつつその計算もやらなきゃいけないし、うんうん、論述もやらなきゃいけないしみたいなので、はい、トータルで結構いろいろやっていかないといけないんだよっていう話があるんですね。なるほど、うん、そういうことですね。そうそうそう。中村先生、はい、まあ、理系科目って、まあ、うんうん、まあ、2科目使う人だと大体みんな科学選ぶじゃないですか。まあそうだね、はい、まあ、1科目だけ選ぶ、選べばいい人で、うん、まあ、ちょっと
ろいろ大学の進学先とかにも変わると思うんですけど、うんうん、物理と化学どっちでもいいっていう場合は、うんまあ、どういった感じでなんかその選んだ方がいいとかってありますか？やば、今言ったような。中森先生、はい、あれこの背景は何ですか？ちょっとね、新企画のあの、はい、背景としてですね、新しく、はい、あの設定したやつなんですけど、新企画武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法っていう、はい、シリーズ。そんなシリーズができちゃったんですか？そう、今、はい、絶賛こう動画増えてる最中なんで、はい、ぜひね、あの直前期だったり、もしくはいろんな大学でどういう勉強すればいいのかなっていう知りたいね受験生にも、うん、こっから受験する非受験生にもおすすめな動画となっているので、ぜひ見てほしいですね。なるほど、おすすめですね、はい、これは、ね、はい、まあ、プラスね、参考書ごとの一冊ずつの情報とかね、はい、勉強について、はい、文字で、見れる逆転合格 .com というサイトがあります。それはこちらですね、はい、最強のサイトですね、はい。さらにですね、はい、武田塾チャンネル、今までのこの動画ですね、いろいろ見れるように、はい、チャンネル登録、募集しております。それがこちら。本当登録してください。はい、お願いします。で最後で今あのいろんなね質問とか皆さんから来てるのは、実はそのコメントの方でね来ていただいた質問を返しておりますので、はい、コメントここから、できますのでですね、はい、ぜひこちらから、コメントもしてみてください。